います。チャンピオンジョッキーはとにかく KO では早い回の KO が多いんですが、調べてみますと4ラウンド前の KO が 24KO のうち大橋さん20もあるんですよね。そうですね、ですからその前半に、倒すボクシングをして、ダメな場合はこのアウトボクシングに切り替えるんですね。なるほど、そういうことなんですね。さあ、穂積、この接近戦ですね、はい、この接近戦です、打ち負けしないように、やはりその辛抱強くですね、戦って、なんとかそのペースを持っていきたいですね。いいですね、この感じを忘れないようにして、顔面からボディへダブルでした、穂積。最後まで諦めないってことですよね、そうですね、これが大事だと思います、はい、それなりのパンチは持ってますから。ただ大橋さん、本当にこのミドル級でタイトルマッチ、あ、右パン、このタイトルマッチをやること自体もすごいんですが、そこでこれだけ前に出てというのはどうですか。そうですね、本当にこの世界ミドル級タイトルマッチという舞台に上がれるだけでも本当にすごいことなんですけども、まあ、このさあコーナーに強いだぞ、ね、はい、この大変な舞台で、まあ、よくこの前に出て自分のボクシングしてますね、今のところね、なるほど、さあ今の感じは肩に当たっただけですね。なるほど、肩に当たっただけです。でもタイミングは合ってきましたね、ジョッピーの左服はね。さあ、この4ラウンドはちょっとホズミのいいパンチ巻いていますか。ここでジョッピーが打ち返してくる。この連打です、この連打、ホズミ。これ数違いますよね。効いたかな、左が効いたか。さあ、ホズミちょっともう左服。さあ、ここでジョッピーがちょっと入れてきますね、竹原さんね。はい、でもジョッピーガード低いんでチャンスあると思いますよ。最後まで諦めずにとにかく打たれても、はい、ポイントを取られても一発狙っている穂積です。そういうボクシング今日はしていくと話していました。やりつく、まあ、身長は穂積の方があるんですけど、ただリーチはね、ジョッピーの方があるんで、そうですね、その思ったよりですね、見た目よりその伸びてくるわけですよね、そうどこからでも打てる角度を持ってますからね、そこはうまくやられてますよね。穂積、はい、が5センチ上回っているんですが、ジョッピーがリーチでは6センチも上回っています。穂積が181センチ、ジョッピーは172センチです、176センチです。どう見てますか、このジョッピー非常に接近戦あまり上手くないですよね。ただこう穂積がかなりプレッシャーかけてますんで、こうやって避けるだけになる部分があるんですね。右、そうですね、これが長いラウンド続きますと、はい、右、ジョッピーのかなり 体力消耗してくると思いますんで、はい、この攻め方いいと思いますかね、はい、ちょっとジョッピーは足を使うだけですね、これね、竹原さんね、はい、穂積が連打が出ればいいんですけど、どうしても単発で終わってしまうんで。さあ、ジョッピーはちょっと休んでいるんでしょうか。しかし穂積が左を持っていきました。ジョッピーとしてはですね、2つの考えを持っていると思うんですよ、はい、判定でもいいし、チャンスがあるはそのキャローを狙っていく、はい、そういう考えの戦いでやってますからね。そうでしょうね、チャンピオンですからね。まあそうですね、さあ穂積左、この左フック、なんとかブロックしてますね。しっかりと入れたい部分ではありますが、いい感じで穂積来ました。最強チャンピオンへの夢、穂積直隆、破天荒なるドラマの果てには。最高の安全評価、6スターを獲得。New Stager. Shift the future. Nissan. William Tuffy, or should I say champion? The beast. Another fellow American wishes you all the best. And remember, the beast has got your back. No more 悩み無用。あなたの髪きっと生えてくる。リーブ21は発毛専門。信じて喜び抱きしめよ。リーブ is wonderful。悩み無用。発毛専門スタッフが脱毛原因を解消します。蘇る。髪の悩みは今すぐお電話を。悩み無用の発毛法。リーブ21。先ほど第4ラウンド、穂積のいい左フック、竹原さん、はい、まあ、的確には入らなかった部分はありますが、ね、はい、ああいう強引さがないとダメですね、出ないですね、はい、一方ジョッピーの動きはどうなった。そうですね、なんか楽してるのか分かんないですけど、はい、何かこうね、足を使ってという部分でやっぱり体が重たそうなんで、はい、あ、やっぱりそうですか。後半になればチャンスは生まれてくると思います。なるほど、はい、まあ、調整がどうなのかという話はあったんですが、ジョッピー
日本に11日前に来ました。その時は5キロ体重がオーバーしていたという話もあります。さあ試合は第5ラウンドです。早い回でもしかしたら終わってしまうかもという予想もありましたが、ここまで来ました。これも穂積がこう前へ前へと出てるという部分が終わってあるんじゃないですか。そうですね、この選手で穂積が下がってしまいましたら、収まれてますね。今いいですね。接近戦で穂積がいいパンチを一発入れました。その後連打を入れようとしましたが、ここはジョッピーが少しかわしてきました。右、まあ、いいですよね。打球もいいですけど、この前に出てですね、手を出すことですよね。それがパンチはですね、まあ、3本だと一発でもその当てるという気持ちで、やはり向かっていかないと、どっかで倒されちゃうと思いますね。なるほど。ただ気持ちでは負けたくないと話していましたが、トミギャッパー怖い。まあ、この回ですね、ホミのボディ攻撃ですね、これ非常にいいですよね。奥間さん、はい、アコーナー米倉会長もですね、穂積はとにかくセコンドも驚くぐらい落ち着いてると、そう話してますね。そうですか。とにかく相手の動きを止めるために突進してボディを狙う、打てその指示通りのパンチを出してますね。なるほど。今もボディをもらった後狙っていました穂積。奥間さん、はい、一方チャンピオンサイド、ここまでの穂積に対する印象なんですが、思った以上に出てきていると、パンチも走っているのでパンチを受けないように気をつけなさいという指示ですね。やっぱり穂積のパンチのこの強さ、顔面からボディちょっともらっている穂積。このボディを返した。はい、穂積の、ね、ボディがいいですよね。ジョッピーもいいボディ打ってるんですけど、穂積のボディのパンチの方が強いパンチですね。そうですか。これですね。でもこのパンチが強烈だというのを感じているようですね、お前さんね。そうですね。ちょっとね、ジョッキーの顔色がちょっと変わったような気がしますね。世界チャンピオンに対して、ここは逃げます。チャンピオンが逃げます。足を使ってちょっと嫌がっている感じもあるんでしょうか。ここに左ボディ、さあ追っていく。チャンピオンがかわしていく。いやでも、はい、ジョッピー、あのロープに詰められても、この非常にこの左右のサイドステップがいいんですよね。このサイドステップにホズミのこのフックを合わせれば、展開変わると思うんですよね。